にちは。こんにちは。池田しおりです。渡辺です。はい、今日は秋冬にぴったりのスカーフアレンジをやってみました。最近結構スカーフを使ったアレンジやってほしいっていう声があったので、そのリクエストにお答えしてやってみました。ちょっとトレンドも色も入れながらやっているので、ぜひ皆さん参考にしてみてください。完璧じゃないですか。はい、それでは動画スタート。リレイのお色を使っていきます。4滴出します。全体的につけていきます。低めの位置で2つにまとめます。ゴムで結びます。中間ぐらいの部分でゴムで結びます。ゴムを少しだけ下にずらします。真ん中を開けてくるりんぱしていきます。くるりんぱした部分を少しだけ広げていきます。バランスを見て少しゴムを下にずらします。スカーフを髪の毛の下に入れて片方を長くして輪っかを作ります。それを巻きつけて結びます。ヘアアクセを使います。ゴムの上につけます。秋冬のトレンド、このベイクドカラーにも合うスカーフを使ったヘアアレンジ、ぜひ皆さんやってみてください。バイバイ。